ゴールド、オレンジ。唯一無二の輝きを見せるのが赤ノ井湾で採れた淡水真珠、森山琵琶湖パールです。4月に市内の中山道沿いにオープンした琵琶湖パールズサプライズ。森山琵琶湖パールのアクセサリーを展示販売しています。私自身、森山滋賀県に住み始めて20年経つんですけれども、実はそれまで全く知らなくって、3年前の時にちょっと仕事でその漁港の方を取材させてもらうことがあって、実はこの森山の漁港で琵琶湖パールが作られているってことを知りました。琵琶湖で採れる真珠は海で採れる海水のパールと違って、淡水パールという種類になります。やはりその特徴は一つ一つ色が違ったり形が違ったり、細長いものからちっちゃい平たいものから丸いものまで、世界に一つの形ということで、すごく魅力的だなと私も思っています。森山琵琶湖パールの真珠棚がある赤ノ井湾。淡水真珠の養殖が盛んだった昭和50年代には6カ所あった真珠棚も、琵琶湖の水質悪化などにより現在は3カ所に。そのうち母貝が育てられているのは1カ所だそうです。これ池長貝と言いますね。でこの貝で真珠を作ってるという貝ですね。池長貝は琵琶湖の固有種です。真珠の母貝に育つまでおよそ3年かかります。色や形、大きさ、一つとして同じものがないという森山琵琶湖パールの復活には、琵琶湖の水質改善が大きく関わっています。やっぱり水環境を良くする、それが一番大事だと思ってます。でそれをすることによってプランクトンもどんどん湧きですね、こういう貝で魚類、それも復活してきて大きく取れるようになってきてほしいなと。森山琵琶湖パールのオーナー募集が始まりました。一口2万円で3枚分の貝のオーナーとなり、真珠の核入れ体験もできます。この琵琶湖パールのオーナーに皆さんがなってくださることで、この森山のこの真珠が育つ赤ノ井湾のことをもっと知ってもらいたいと思いました。で赤ノ井湾の環境ももちろんですし、琵琶湖の水のこととか、みんなが興味を持てるようにしてもらいたいと思っています。貝に核を入れてから一粒の真珠ができるまで3年、楽しみが続きます。私自身がこの琵琶湖パールと出会って、本当にこんなものが自分の住んでいる町で作られていて愛されているものがあるっていうことにすごく幸せを感じました。なので私はこの店からまず地域の人がこういう森山でこんな素晴らしい特産物があるんだなっていうことも発信したいですし、あとこの店名に込めた思いなんですけれども、琵琶湖パールサプライズっていうサプライズのところが、みんなにこの琵琶湖パールを通じていろんなこう感動であったりとか、プレゼントですね、大切な人にこれを送って驚いてもらったり、すごいね、こんなものが作られるんだね、琵琶湖ってすごいねっていうような話がこの店から発信できたらなと思っています。